でそんな中で、まあ、しばらく私もね、前は市場の方が、7月まではとりあえずお休みという状態だったので、その間いろんなイベントをこなしてきたりですね、やってきた中で、先ほど見ました2011年の10月に、本当にひょんなことからそうでしたね。杉山さんと出会うわけなんですけども、杉山さんは僕も後で杉山さんの印象を言わせてもらいますけども、杉山さんは僕と初めて会った時どういうふうに思ったんですか？いや、うさんくさい人だと思いました。いや、相方がね、ちょっと相方ってあれですよ、出会い方がちょっとね、お笑いにしましょうって言っても、でお笑いで、街をうまくこう、我々としては取り込んで使う、背景としてですね、取り込んで使いたいと思ってはいたんですけど、でも、戦車で街をぶっ壊したいと思ってたんで ただ勝手に壊すわけにいかないわけですよ。やっぱりその商売をされてる自分の屋号のある、ね、店がこう突っ込まれてとか、避難してとかなると、そりゃ勝手にやられたらそりゃ腹も立つだろうと思ったんで、とにかくその許可は取らなきゃいけないだろうと思ってたんですね。でも、こちらは1階の観光海水浴客としてか来たことがなくて、町の人とのつながりってなかったんで、どうやったらいいんだろうと。いきなり、町役場に行けばいいのか、それとも商工会かって悩んでいた時に、政策委員会というのは定期的に出資者の人たちが集まって会議をするんですけども、その中で実は舞台をお笑いに設定をしたいと思いますって言った時に、音楽を作ってるランティスという会社が、私どものグループ会社なんですけども、そのプロデューサーで関根君って関根さんっていう人がいて、彼が「僕お笑い出身ですよ」って話になってですね、全くの偶然だったんですね。で、じゃあ関根さんちょっとつないでもらえませんかって、たまたま関根さんが町でお父さんがご商売を実家されてて、法然屋さんっていうんですけど、そちらの息子さんということがあって、で商工会とはつながりが当然あったわけで、でそれもあって、そのお父さんの、ご紹介ということで、ご紹介ということで、これお名前出しても大丈夫なんですか？田山東子さん、東子先生という県会議員の方に、ご紹介をいただいて、でとりあえず会いに行こうって2人で、関根さんと2人で、全く県会議員の方に接点なんてないもんですから 事務所にアポを取って会いに行って、で実はこういう作品をお笑いの街で考えていますと、ついてはお笑いの街の皆さんのご協力を得たいんですけれどもっていう話をするんですけど、当然お年の。ね、しかも固いお仕事をされてる県会議員の方ですでもから、熱い方でしょ、そうそうなんですけど、最初はポカーンとされてましたね 何言ってんだこれみたいな感じだったんですけど、でなんとなくただそういう話をしていく中で、じゃあちょっと待って、面白い男がいるから紹介するわって言って、その場で携帯電話取り出して、確かにかかってきましたね。ね、時計さんに電話をして、時計君、お前今からアニメやれみたいな話をしててですね 今から行くわみたいなことで、急遽その田山先生の車に乗せていただいて、水戸まで取って返して、でお仕事中のクックファンにいきなり行って、そうですね でちょっと話聞けやみたいな話でですね あの時はまだ震災後で、ちょうどお客様が減り始めちゃってきた時だったんですよ。で、自分で頑張るしかないなと思って、僕一人でホールを回してたんですね。で、今日も混まねえだろうなんて思ってたら、すごいその日にこうやって混んじゃって、でそんなの一生懸命説明してくれるわけですよ。この資料をめくりながらね、ガルパンとはですねとか、ポカーンとしてるわけですよ、またこの人がね。で、忙しいのにこの人何言ってんだろうなって。ほんで、紹介してくださった田山さんは、自分だけヒレカツ食っそうそうそて、う、あとよろしく。じゃあ、あとよろしくとか言って、帰ってきましたね。僕と杉山さんと関根さん3人が取り残されちゃって、いや、こっちは必死なわけですよ。だって成果を持たずに帰るわけにいかないわけですから。もう必死でこう説明をするんですけど、なんかポッカーンとして、この人一体何言ってんのかなって顔してるわけですよね。だってそうですよ。皆さんはやっぱこうアニメに対してすごく思い入れとかね、愛してらっしゃる方もいらっしゃるからあれなんですけども、僕アニメっていうとどうしても
某あの狸型のアニメとかあの某家族のそうあれ猫じゃないですか。あ、時間若干戻します。某猫型のロボットのね話とか、あとね某家族の話のね。あの一軒家の話とか、一軒家の話とかね、はい、そういうのがすごくあのあ見てると、あ明日から月曜日だってブルーな、そう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 なんですけど、いきなり僕にとってのハードルがこうピュンって上がっちゃったわけですよね。でももう本当にあの時一生懸命でしたよね。だってそりゃそうですよなんとかこの人だってもう本当にこうあの人差し指で第一関節で引っかかったような手がかりでしかなかったんですからそれ何とかしてこう引っ張り込まなきゃと思ったんです、ね、でも、まあ、ここで皆さんの前だからこう初めて言いますけども、やっぱ僕結構あのファーストインプレッションですごく大切にするんですね。杉山さん の, その何言ってんだか分かんねえんだけど、本当にあのただのおっさんが来たなと思ってたんですけど、でも一生懸命なんですよ。で、あの僕たちもともとさっき自己紹介の時忘れちゃいましたけど、あのずっと例えば青年会議所とか、あと商工会青年部とかの長とかそういうことを経験してきてて、新しいことにこうチャレンジする人ってどうしても応援したくなっちゃうたちなんですね。だからもう異分野であろうと何であろうと、あの一生懸命な丸米味噌じゃなくてした、まあ、たまにこう落とすのが好きなんで、でも一生懸命本当説明されてて、ですごく温厚そうな方だったんで、まあ、あのとりあえずちゃんとお話は聞いてみようかなっていう段階で、でも1回は帰ってもらいましたもんねあのやりましょうとは言ったけど、何をやりましょうとは言わないで、その時はね、とりあえずはね、はい、ただとなんとなくこちらとしては、はい、指先の第一関節のきっかけが第二関節ぐらいまではこう食い込んだかなって感じはしてましたけど、 でもまあ、あのうさんくさいと思ったのはやっぱり風邸でしたね、やっぱりねうさんくさいっすか俺そんなつもりないんだけどまあでもね、あのその時に、確かにでもね、記憶はっきりしないですけど、多分その時だと思うんですよ、うん、あのいろんなそのお話をさせてもらった時に、常盤さんが、面白そうですねと、でもしやるとしたら僕はこれを、経済効果は二の次でいいですって言ったんですよ。もちろんこちらもねどうしたんですか美智子さんあの経済効果は二の次でいいです、とりあえず楽しめるものにで、街の中をこの一緒に楽しめる素材として使いたいですって言ってもらった時に、まあ、こちらもまあちょっとその肩の荷も下りたんですよ。あの先ほど申し上げた通り、これは私の持論なんですけど、あのよく言ってるんですけど、アニメ一本放送したからって、街が一つの街が起きたりとかですね、経済がダーンと上向きになったりなんてことはないと思ってます。たかだかね、3ヶ月ワンクールテレビで放送したアニメがそんな力は、まあ、残念ながら私はなあの その単体にはそんなにないと思ってるんですよ。だからそこにあんまりその、過度な期待をされるのも実は困るなと思ってたんですね。だからどこぐらいまで吹いていいのかも分からなかった、吹くって言い方ひどいですけどもどのぐらいまで煽っていいのかも分からなかった。あ、だからその時にいやこれは面白そうだから僕たち遊びます、経済の効果は最初的についてくればそれはそれでいいけど、経済効果は二の次に考えますって言ってもらった時にものすごい肩の荷も降りたのと、あとは変な人だなと思ったわけですいや逆にそれで私は信用したんですよ。そうですか、うん、あんまりそこの時にあの瞳の中にあの円マークをバンとつけてこうやって迫ってこられるとちょっとやっぱり私はそこまでの責任は負えねえなっていうのも実は若干あったんで、ごめんなさい、あの話の故障るわけじゃないんですけど、今すっごく美しく言ってるじゃないですか、はい、美しく言ってるんだけど、その当時の僕は全然分かんなかったわけですよ、何にもいやでもね、それはね、それは結果論としてそうかもしれないけど、俺はその時そう思ったわけです。なるほどね、はい、じゃあこれからもっとお慕い申し上げます意味がよく分かんないんですけどね、まあまあいいやまあでもそんな感じで、杉山さん的には安心してくださった、で僕的にはなんだか分かんないんだけども、まずそのロケ班でしたよね、一番そうですね、僕にとって最初に大きなものはね、はい、でもともとアテンド好きっていうのもあったので、いろんな要望が来るんです、何十箇所も、どっからこういう風景を見たら一番綺麗に見えますかとか、
どっか突っ込んでいいところありますかとか、そういうのが来るわけですね。で、突っ込んでいいところに関しては皆さんの前でお話はしたと思うんですけども、もうすぐ魚屋本店と僕はもう決めてましたね。あのクランクあるじゃないですかね、目の前の。そう、あそこだったらもうどんなものでも突っ込みたくなんじゃないかなって実際にね、はい、突っ込まれてますしねそれは昔の話ですか。昔の話、はい。だから そういったこととかをまとめ上げながら、どっちかというともう本当に初期の段階、今ここのカンペには初期って書いてあるんですけど、大体2012年の4月5月6月ぐらいまでっていうのは杉山さんからのご要望ですね。あ、無茶ぶりって言わないんだ。はい、いやさっき褒めてくれたから杉山さんからのご要望にお答えするっていうことをずっとやってきたような気がしますね。でそんな中でやっぱりアテンドだけだったら一人でもできるんですけども、そのうち何でしょうね、ちょっと規模が少しずつ大きくなってくるんですよね。取材の規模も大きくなってきたりして、そのうちにやっぱりこれ手伝ってくれる方いらっしゃらないかなと思って、僕のこれ癖なんですけど、僕すぐ一本釣りしたくなっちゃうんですよ。みんなにバーッとは話さないで、主要主要の人物をこう一本釣りしてそこから広めていくっていうのが自分の基本スタンスなん でその中でこの大里くんが商工会青年部の中心ですよね、まずね。まあ、今副部長をやらせて、そうですね。で今は青年部ではなくて、ここで名前言っちゃっていいのかな、こそこそ作戦本部って、はいはい、実はそうです、実は大きなボランティア組織が3つあるんですね。でその1つが商工会青年部と、あとコソコソ作戦本部っていうのが何やってるところなんだっけ。まあ町場の企画を中心に考えている。そうですね。本来はコソコソしようとしたんですよ本来は伏せとこうっていうか、ね、コソコソ見えないところでと言ったらいつの間にか名前が広まっちゃってるっていうでもう一個がイベント系のお手伝いを何かできないかなっていうことで、うちのとんかつ屋さんのお客様が3人常連さんでいらっしゃったんですけども、その方のキーホルダーを見たらですね、アニメのキーホルダーがついてまして、キャラクターのキーホルダーがついてて、これはもしかしたらお好きな方なんじゃないかなと思って、そこでお客さんなのに引っ張り上げちゃったのが、今勝手にガルパン応援団っていう名前で、いろんなイベントで活躍してくださっているボランティアなんですね。